よろしくお願いします。テーマパーク団さあ出身の素敵なダンサーさんをお呼びいたしますので、このジャンルの人を出てきてほしいなと多分思ってたんちゃうかな。ディズニーのオーディションとかユニバーサルスタジオジャパンのオーディションのね、こう募集要項なんかを出した動画も上げたりしてるので、ではご登場いただきました。本日のゲストダンサーはうずしです。どうぞ。どうも。それだけ。産業は？産業はやってないんだけど、最近ね。シナモンと踊ってた気がするんですけど。一緒に踊ってる。あ、なるほどね。そう。まあ、そういうちょっとね、表現力の高い、こう素敵なね、ダンサーさんなんですけれども、私、皆さんもご存知の通り、ユニバ出身ですって言ってると思うんですけど、もちろんそのユニバの時に一緒だったんですよね。そうねそうね、ユニバの時やから、まあ、大阪、から知ってるんやけど、うん、あれ出身って大阪になるの？そう、生まれも育ちも大阪やねん。あ、そうなんや。こう見えてね。こう見えて、どう見えてるんや。そう、なんか大阪やから、まあ、ユニバに入る前からね、前回かおりさんがゲストで、イレブンプレイの方に出てもらったんですけど、うん、その時にうちの姉ちゃんの話が取れたんですけど、ね、そう、うちの、ね、姉もね、ダンサーだったっていう話をしたんですけど、うん、と一緒にね、実は踊った時期だよね。チーム組んで、すごくない？今考えたら奇跡だった。あれびっくりするのがオーキャットでね、だから練習一緒にして姉と私とうずしの3人で ね、実は大阪ダンスディライト挑戦してるんですよね。うわー、アドリップさん恥ずかしい。映像残ってるんですかね？ワークショップ、こうジャズ系のワークショップかな、バズザーアンダーグルーヴの方がやってるワークショップとかでよくね、よくピックアップされたよね。されるよね。うまいからね。されるよね、お互い。そう、お互い。そう、見てたりしたので、そっからね、なんか東京に出てきても、うん、本当にいろんなお仕事してて、頑張ってる。ねえ、もう忙しい、本当に忙しくてね、忙しいぶってる。ぶってるだけ。なかなか今日のスケジュールとも大変だったんですよ、本当に。それは大変だった。だから本当に嬉しいので、うずし先生のダンサールーツを今日は聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ダンスとの出会いを教えてもらってもいいですか？私ね、ダンスは高校1年生から始めたんだけど、なんそうそう、でもきっかけってなくてさ、昔から好きで、なりきるのが。なりきるのが、なんかね、カラオケ行ったら、ちょっとお立ち台あるやんか、昔のカラオケボックスって。そうそうそう、そういうとこで踊ったりとかして、だから踊るのは好きだった、お遊戯会とか幼稚園とか。ああいうのめっちゃ好きで、でもさ、こう習うルーツが分からなくてさ、どうやって習うの？だってあの頃ってさ、沖縄アクターズスクールに行くか、バレエ教室に行くか、もうオーキャットで踊りまくるみたいな3パターンだったけど、どれも行けない。道端で踊るとかね、ラジカセ鳴らしてあるけど、それを知らなくってさ、でダンススクールがあるのを高1で知って行ったのがきっかけ。そう、もっと早く知ればよかった。それダンススクールに行こうって自分でこう見つけて行った時って、どのジャンルに行ったの？そうね。ね。あれじゃあ、そのパソコンもなかった時代だからさ、単ページで、単ページで調べて、で、大阪にね、アメリカ村っていうところがあるんですけど、そこのダンススタジオに、アメ村やったらいけるやろみたいな。行けるやろって言って行ったんだけど、うん、ダンスのジャンルわからんからさ、うん、とりあえず空いてる時間に行ったんだよね。バレエ以外。って感じで行ったのが、たまたまハウスだったんだよね。ハウスの？ハウスだね。TRF さんとかがやってるね、足のステップの。そう。そう。でもたまたま行ったのがハウスだったの。そうなん
んだ。何がやりたいわけでもなくて。ハウス始まりなんや。そう、ハウス始まり。めちゃくちゃジャズのイメージがあるんだけど、ジャズとはじゃあどのようにして出会っていくの？そう、ジャズは今でこそなんかさ、ミディカルでめっちゃ踊るけどさ、最初大嫌いで。あ、そうなんや。大嫌いだったの。じゃあストリートが楽しいっていうことだよね。そう、ストリートが大好きで。流行ってたしね。あとビヨンセのクレイジーラブとか、なんかそういうのが流行って、私たちはジャスティン・ティンバーレックとかだけど、タイブリトニーとかね、そういうのが流行ってたから、そういうのやっとって、でそのスタジオに行った時に、そのスタジオの先生にめっちゃ言われたんだよね、ジャズとバレエやった方がいいよみたいな、いないから。そうなんだ。そう、でも嫌でで、ヒップホップとか行くようにしたり、きっぱり嫌ですって言ったんだよね、それが。そうなんだ。そう。それはそんなに嫌だったのに、何がきっかけでやりだすの？そう。それね、LA に行ったんだよね、ちょっとだけ。あ、そうなんだ。LA に。高校生の時ってこと？そう。高校生の時、冬休みとかを使って行ったんだよね、うんうんうん、でそれね、でニューヨークは嫌だったのね、ミュージカルとか興味なかったからあ、まあ、ブロードウェイがね、そう、なかったんだけど、うん、LA に行った時にスタジオに行って、うん、まあ、とりあえず受けようと思ったらさ、朝はさ、バレエ受けてたさ、なんかダンサーたちがさ、うん、夜ヒップホップバリバリ踊ってるとかあるやん、ジャンルですよね、そう、本当に、うん、そう、海外の人ってもうオールジャンル割と踊る人って多いじゃん、そうだね、それに感動してこれはやらんとあかんと思って、そっからやるようになったんだよね。両方。かっこいいよね、うん、あれ。なんか綺麗でも踊れたと思ったら、めっちゃそっちグルーヴ系踊れるのがいいんだよ。そう、やるじゃん、はい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 。だから両方やれたらかっこいいんじゃんってなって、両方やって、そっからバレエとジャズを人が変わったかのように習うようになった。なんだ、LA の刺激を受けて、そう、なんや、そう、めっちゃかっこ、もちろん、ね、ヒップホップもやってたけど、その時ね、同時でやってた。そうなん、私は結構、あの、まあ、姉とね、こうジャズファンクとか同じよ、まあ、ジャネット・ジャクソンとかビヨンセとかすごい好きやったから、ああいうスタイルをすごいやってて、同じようなジャンルをやってきてる子なんかなと思って、それで一緒に踊ったっていうのはあるよ、やっぱり。そうだよね、R&B とかさ、そう、うん、好きなんかなと思ってすごいのよ、綺麗。やっぱ男性でさ、ああいうしなやかに激しい動きを出せる人っていうのがさ、なかなかそのたくさんはいなかったじゃない。そうね、うん、特に大阪はおらんよね。そうね、そうね、大阪はやっぱこうストリートヒップホップが強い、強いからね、うん、そうだよね。あそこ高校生なんや。そうやね、すごいな、めっちゃいいきっかけだった。他にそのまあ海外の、ね、音楽もやっぱ好きやと思うけど、うん、他にこう好きなアーティストさんだったりとか憧れるなっていう人っていたりするんですか？やっぱりさ、うちらはさ、もう安室奈美恵様じゃない？安室奈美恵様そうですよね。私たちなんかさ、もう安室の時代から知ってるから、なんだスーパーモンキーズの時代から知ったし、もう沖縄アクターズスクールがもう、ここは大フィーバーの世代だから、大フィーバー、大フィーバー、安室奈美恵さんとやっぱね、ダパンプ、ダパンプ、ダパンプ様とスピード様、もうそうそう、スピードとかもその辺が大好き、歌って踊るグループがめっちゃ好きだったから、はい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 、うん、そっかそっかそっか、そう、大好きだった、その辺めっちゃ憧れ、今でもね今でもね、憧れです。今いろんなね、テレビとかいろんな環境からこう、うん、刺激を受けながら、 LA でも刺激を受けながらってなって、で、うん、そこからユニバのオーディションを受けようかなって、なんかきっかけはなんかあるの？それは、うん、ね、ユニバのオーディションを受けようと思ったきっかけ、あれがすごい好きで、あのハッピーハーモニーセレブレーション、あ、懐かしい、そう、そう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 、ハッピーハーモニーセレブレーション、あれを初めて見た時に大衝撃で、あ、もうめっちゃかっこいいと思ったの、ユニット4つ。あ、キャラクターさんと、それだけじゃなくて、ダンサーさんが結構ちゃんと世界観を持って、全部にダンサーさんがついてたんですね。そう。それにめっちゃ憧れて、うわ、これやりたいと思ったのがきっかけ。あ、そうなんだ。うん、だって結構なんか名だたるダンサーの方が、あの時いらっしゃいましたよね。すごい方々だよね。うん、結構コンテストでも名前挙げてたりとか、うん、ダンサーの中でも有名な人がパフォーマーに入ってるっていう、うん、なんかもう斬新な。そう。もう憧れ中の憧れ、いまだに好きでさ、すごいフュージョンでしたよね。だから可愛いのにキャラは、うん、ダンサーはガチみたいな、そう、本当ガチガチそう、だからそのフュージョンはあったかも。そう、そうなんや、あれがきっかけで受けて、うん、受かりましたと思うじゃん、はい、そう、それね、落ちてるんだよね、私。え、マジで？一発合格じゃないね、一発合格じゃないね、えー、落ちてるね、よく落としてくれたよね
その多分ハッピーハモニーの多分ラストの年のやつかな、はいはいはい、オーディション受けたんだけどダメで、ってなって悔しい、そう悔しい でたまたまその年にディズニーのオーディションを受けてたんだよね。おー、そうなんや、映画みたいなじゃん。そう、でもディズニーとか知らなかったからさ、友達がなんかスタジオの友達が受けるって言ってて、ディズニーランドにダンスおるの知らんかったからさよくやれてるよね、そうでも受けたんだ。そう受けて、でなんか書いて履歴書、うん、で送って、うん、で同時に受けてたんだよね、はいはいはい、でそれで、ね、ユニバはダメだったんだけど、うん、ディズニーが受かったから、そうディズニー受かったの。ディズニーはなぜか一発合格だったのちょっとじゃあその年はディズニーに行ったの、うん、そう行ったんだ。あ、そうそう、先ディズニーの人、先ディズニー、おかしいやろ先にディズニー行ってんの私。そうなんや、そう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 、すごい。それで一旦東京に飛んでんだよね。あ、そうなん、先にディズニー行ってた方だ。そうやねんせやねん、そう。ディズニーはどのぐらい働いてたんですか。短かった、2年。2年間、2年間パレードをやってて、めっちゃ楽しかった。知らんかったくせに知らんかったくせに、知らんかったくせに、これにかけて練習してると思うね。めっちゃハマってるやないの私で、めっちゃハマって踊ってた2年間ね。すごい。そう、でそれでディズニーも、あの後でね、オーディションのこととかも聞いたんですけど、でその後ユニバにこう戻ってくるというか、うん、オーディションを受け直したりなんか理由はあるの？あるの。何？私はもう人生で未だにもうこれに超えることはないと思ってるんだけど、その時ね、ウィケット、あ、ミュージカルのブロードウェイのウィケットってミュージカルがあるんですけど、はい、あるんですけどあるんだけど、それがユニバでやってたんだよね、ショーが。そうやってて、それを見て大衝撃 で、それがやりたくて、でもう一回、あとね、なんか分からんけど落ちたことがムカついて手に持っておる、そう悔しいってなって、これは何でもいいから受かりたいと思って、あとリケットもめっちゃ出たくて、もうめっちゃ出たくて、有名なミュージカルですからね、大人気の。そう、でそれを受けたんだよね。でそしたら今度は合格いただいて、でそれでハッピーハンドで出れなかったけど、リケットで大阪に戻ってきたの。大阪に戻って、そう戻ってきたの。あ、そのタイミングやったんじゃない？そう、そのタイミングやったの。そっか、一旦こう東京行って戻ってきてんの。すごい。いや、でもすごくないですか？なんかそのどっちかのテーマパークでね働いてたっていうの聞くけど、うん、やっぱディズニーとユニバどっちも経験したって、うん、とっても貴重なねダンサーさんだと思うんですよ。特にディズニーからユニバに来る人なんておらんかったから。おい、そんなこと言うな。そう、逆にすいませんね、ユニバさん。そう。そう、珍しかったけどね、でもどうしてもやりたかったの、リケットがね、今ないんだけどね、うん、すごい。でもそこまでさ、できるこうスキルというかさ、そういうのも最初ハウススタートやったのに、そうそう、やっぱりテーマパークってね、クラシックバレエとかジャズができないと難しいでしょ。そうそう、うん、そうなの、うん、それまでどういう訓練というか、どういうレッスンの受け方とかをしてたんですか。とりあえず、うん、多分さやかもそうだけど、私もさ、はい、もうダンスが大好きだから、もうね、好きやらばダンスだから、毎日とりあえずバレエは毎日受けて、そう毎日月火水木金土日まで本当に週7で受けて、でそれでプラスジャズがあったらジャズで、ヒップホップはヒップホップで、その日のレッスンを全部受けてたんだよね。超真面目学校でもないくせに学校みたい、そう学校みたいに3本とか受けてて、でもダンススタジオをはしごしてってこと、そうそう、めっちゃ受けに行ってて、この人のカレーとか、この人のジャズとか、うん、でやってて、で徐々にできるようになって、でも毎日やってたバレエだけは、うわー、すごい、うん、そう、なんか専門学校に行ったりとかもしてなかったやんか。そうしてなかった。そうなんですよ、うん、でもすごいこうスキルがね、うん、どんどんこう高くなっていくから、うん、どうしてんやろうと思ったら、すごいね、さていろんなスタジオに行って毎日バレーして、毎日努力や、努力やね、本当に努力した日曜日もバレーでもそういうことやね、うん、必要ってことですね。そうそうそう、好きな、好きになったからね、うん、何でも好きになったから。すごいすごい、可愛いよね、うん、バレエもね、やったら楽しい、ね、そうそうそう、うん、できるようになれば。最後までご視聴ありがとうございました。後編をチラ見せ、テーマパーク。
ークのオーディションってどんな雰囲気なのかとか、うん、どんなことをやるのかなとか、ちょっとそのオーディションのことをぜひ聞きたいんやけど、ええかな。ええです。わ、嬉しい。ええで。聞きたいよね、みんなね。ええで。ぜひ聞こう。